玉ねぎトロトロなるまでして上手にやると思うわ。やんねやったら玉ねぎに困るほど本当にそうやろな。ポンポンポンって水ぐらいいいな。でもどうなるの、どうなるの、トマト入れたらすごい。トマト入れたらうまいよね。チョコレートを入れるとか聞いたらチョコレート入れてみたりしたけど、あんまり関係ないな、チョコレート。コーヒーもちょっとなんか苦味が出ていいかなと思って入れたことあるけど、あんまり関係ないな。トマトが一番レブが美味しいな。レブ一番。ちょっと酸味出ようし、うまい。ミルク入れたりしてたけど、まあ、あんまり変わらない。やっぱり一番はトマトやな、なんか。トマト高いけどな、うまい。うまい。高い。高いやろ、タマト。高い、98円。うん、それぐらい。今、78円ぐらい。あ、もうピーク過ぎたし、まあ、ちょっと高も。牛すじ入れたらめっちゃうまいですよ、ちょっと。牛すじ。あれがちょっと、炙んねん。最初、フライパンで。で、ちょっと、炙ってな。フライパンでいうか、あの、鍋やん。カレーやる鍋の時に。炙んねん。これちょっと、あれ、炙るとこう、汁いいから、油ビャーって入れてくるやん。ちょっとここにつけ、肉の部分そこまでやる、うん、それから水入れて、玉ねぎ入れて、バーしていってで、コクが出るな、ここ焼いたらうまいうまいなと。で、とろなるまでな、その筋がな、柔らかくなんねん、火入ったらとろとろなんてゼラチンみたいな、めっちゃうまいね、そしたらあれはカレーには筋やとするっちょ。もう牛すじは入れへんもん。これ、肝や。この間やるけど。牛すじもやってみるな。肝って、バラバラになるやん。バラバラなしっていうのは、まあ、うん、まあ栄養があるような感じがするんやね。苦味で。苦味が。苦味出てうまいですから。これは好きやな、肝。苦味出て。牛すじはやったことないけど。牛すじは、うまい。確かにうまい。めっちゃうまい。すごいね。すみは喜んでるわ。うん、ここまでやったんだな。網変わらんの楽や、これ。そうや。ここです。あれ、木も焼いたらもう、ケチョンケチョンケチョンになるよね。フライパンで焼かなあかんわ。今日見たらフライパン、ある時に焼かないか。今日は芋に取り出してるし、今木もあるしな、あの前の焼いてもらって俺はあのフライパンのピザを気に入ってしまった。今日気に入ったピザ。ピザ俺いまいちやな。あかんな。いまいち。俺ピザ。うまいの出やけへんわ。ピザないわ。あれもあれ気に入ってもらったわ、ピザ。うまいの出やけへんな、いまいちは。いつもどこやっとこう。もうとろとろやもんな。うわ。どこやっとこう。とろとろすぎんな、俺。もう、こう、蜂蜜みたいな。うん。蜂蜜もな、あ、トーストに蜂蜜するとめっちゃうまいよ。ハニトーストみたいな。蜂蜜は本物を食いたいけどな。偽物やろ、店に置いてあるの、あれ。蜂蜜本物やろ。本物な。どこの店なのか。なんか、スーパーに置いてあるやな。砂糖から作られてるのに。安物かもしれない。安物。あの、このボトルに入ったやつだよ。うん。なんでそれで398円の、うん、あんな偽物やろ。本物のこんなちょこっとしたやつだよ。うん。もうそんな人買わない。ほんで、中国産の買わない。あの、毒の塊やん、中国産。うん、あんなまあ、そうやし。危ないと中国産のあれ、何入ってわからへん。6つあれ、ええわあるらしいみたいな。なんか、中央鉢かなんかの人生は。うん。いや、中央鉢の話なんか、すごいええわって聞いてるわ、あれ。それあれ、ロイヤルゼリーの。ロイヤルゼリーや。ロイヤルゼリー配合のやつやろ。俺、ロイヤルゼリー配合のやつじゃないし、あの普通のやつも食べてるわ。うん。蜂蜜、あの、ええのはな、
やっぱ日本一番うまいの国産の日本ミツバチが取ったやつめっちゃうまいわ。そうなの、味ちゃうまろやいや俺こうて高いねんけ高いねん、こんなな、これ、これ、このぐらいの瓶、うん、もう1000円ほんま、こんねんのこんな瓶やこんな、うん、これ1000円クリスルでな、こうやったこうってめっちゃうまいな全然違う、あれやっぱ金出したらうまいやな、思ったわメイドインジャムが日本産って言われたら日本ミスバチが取ったやつうまいで、その次に俺うまいと思ったらエクアドルとかカナダは有名なアルゼンチンとかが有名なとこやな、だいたいアルゼンチン、エクアドル日本のやつ高いからちょっと思想としてアルゼンチンとかな、カナダやさやな、エクアドルも結構うまいな思ったけど、まあ、カナダは、まあ、どうかな、エクアドル、アルゼンチンも有名どころや、今アルゼンチン産や、アルゼンチン産が国産のやつがこれぐらい値段としたら1000円同じぐらいの量で言うたら日本産1000円として600円ぐらいか。ああ、半分ぐらい。それでも半分ちょっとぐらい。量も同じぐらいやろ。いや、量同じとしたら。やっぱりそれでも高い。1.5 倍ぐらいで、コウタンは、その国産の量の 1.5 倍ぐらい。それで、780なの。てか、同じぐらいの量にしたら、だいたい600円ぐらいよ。で、カナダもそんなに変わらない。ほんで、中国産はそのままじゃなくて、ボツボツボトル買えろ。こんなボトル。もうこれ1年以上もつんちゃうのよ、これの。絶対変わらない。何やこれは。カナダ、あれやろ、こんな何のまみとうかわからない。中に何入れとうかわからないし。ほんで、その花に何を、肥料で何をやっとうかわからないから。それの木の花やと。草の花が。地中から毒を吸い取った花やと。それの蜜や。それの凝縮したやつやったら、もう、自殺行為やからな、もう。絶対怖いよ、俺。絶対。なんか言うて、国産のやつ、買わへんかったら、カナダ産のやつ、とかやったら何年ぐらいでやってるの、まあ、安心して食えるし、ええわ白子さんが安心してできんしさこれ毒ちゃうわ、お前なら食えへんそれから安い国産の10分の1や値段で見たらそれぐらいで、うん、鮮度、うまさはピカイチうまいな、国産がやっぱ日本ミツバチって繊細いうかうまいよ、ね、ミツ日本ミツバチの取るミツはうまいよね。種類ちゃうよ、それミツバチ。中国のと、この日本ミツバチと、あと、ね、エクアドルじゃないか。やっぱ日本ミツバチの取るミツはうまい。らしい。やっぱりなんかうまいね。まろやかで。食べ比べそうもない。ちょっと言うか。いや、俺もさすがに杉森コーナーでやってもらえな。杉森コーナーになったら買おうかなっていうぐらいやな。杉森コーナーで大体せやな600円ぐらいじゃん。中国産より圧倒的に倍ぐらい高いやん。あな、俺は絶対妥協せへんけどな。妥協してな、うん、ブレンドしたらさ、それは結構安くて安いやな。中国とカナダ、カナダさんがいたんだけど、後ろパッと見たらカナダ、中国とかいたんだけど、ブレンドしとんの。多分中国もゴバーって入ってカナダちょろっとしか入れんのか。それで買わん。
あのトーストに蜂蜜、焼いたトーストにバター塗って最後蜂蜜塗るめちゃくちゃうまい、コク出て今日のトーストバターはうまかった。これあれでやるで、トーストバターでうまいと思う。蜂蜜バターうまかったね。忘れんねん、そうやねん、2回塗るねん、はじめ塗る、途中で塗って、チームコマス、また焼いて、で、最後に、また、塊を上に置く。